平成28年5月8日、阿蘇市内巻の内巻小学校で、ミニ四駆を作って走らせよう、in 阿蘇の催しがありました。これは、子どもたちにミニ四駆を作ってもらい、サーキットを走らせ楽しんでもらおうと、大分県日田市のミニ四駆チーム、THMF 日田走りの佐尾小太郎代表らが開いたものです。この日は、阿蘇市内の小学生など、家族連れ400人余りが訪れて、ミニ四駆のプラモデルをスタッフらに手伝ってもらいながら組み立てました。ミニ四駆のレースカーが出来上がると、子どもたちは早速サーキットコースを走らせ、マシンのスピードある走りを楽しんでいました。佐尾代表によりますと、全国のミニ四駆愛好家に協力を呼びかけたところ、400台ものミニ四駆プラモデルが集まり、また九州各地からミニ四駆愛好家たちも手伝いに駆けつけてくれたということです。この日組み立てたミニ四駆のマシンは子どもたちにプレゼントされました。